ローレンツ・パッシュは、スウェーデンの肖像画家である、ストックホルムで生まれた。父親のローレンツ・パッシュも、肖像画家で、おじのヨハン・パッシュは、スウェーデン王室の宮廷画家を務めていた。妹のウルリカ・パッシュも画家になった。父親の希望で10歳からウクサラで牧師になる、教育を受けたが、画家を目指し、父親のスタジオで修行をした後、おじのヨハンの勧めで、コッペンハーゲンに移り、 三年間デンマーク、王立美術院のカール・グスタフ・ピロにはんだ。1758年からパリに移り、ウスタシュル、シュウールやフランソワ・ブーシェの下で修行をした。パリでは、スウェーデン出身の肖像画家、アレクサンドル・ロスランと親しくなった。1766年に、スウェーデンに帰国し、業務タラバルによって設立された美術学校、 スウェーデン王立美術院に発展する。で技術を披露した。スウェーデンに帰国すると、肖像画家として、宮廷の人々の人気を得て、多くの注文を得た。国王、アドルフ・フレドリクや王妃の援助を受けるようになった。1773年から、スウェーデン王立美術院の教授に任じられた。1793年からカールグスタフ・ピロの公認として、 スウェーデン王立美術院の校長になった。ありがとうございます。